In a haze, a stormy haze. I'll be around, I'll be looking at you always. Always. Here I am and I'll take my time. Here I am. おはようございます。おはようございます。今日は今から撮影に行きます。何の撮影かというと、メガネかサングラスかな。おまごるの新曲めっちゃいいんだけど、大好きなんだけど、ダンダンダンス。おまごるはね、あの曲自体は知ってたんだけど、あさみちゃんに言われて、勧められて、クイーンダムっていう番組を見て、で、そう、そのクイーンダム見た時に、オーマイガール出てて、すっごいいいグループやんと思って、わ、ここのファミマなくなってないか。LDH の隣のファミマは、改装中です。という超どうでもいい話で、始まる、この今日の、ブログ。てかすごいショックだったことがあって、なんかみんな、なんかもう何を撮ったかも全然覚えてないんだけど、データをなんかごっそり消しちゃったっぽくて、まあ、何撮ったのか覚えてないぐらいだから全然いいんだけどさ。で今日は撮影行って、その後妹とママとご飯を食べるか、ちょっと遅めのランチをするかしないかみたいな話になっててっていう感じですね。仕事して、そう、ジューンオンラインの方も、ライフ&ビューティー by ジューンオンラインの方も見ていただけましたでしょうか。皆さんぜひご覧になっていない方、ご覧ください。撮影終わって帰ってきて、猫にご飯をあげました。皆さんお元気ですか。アンボクシングします。私がウカの時に話したの覚えてると思うけど覚えてる体で話すけど、あのウカのさツアーで行った宿、あの疎水橋で使われてる水は、あのクリーン水が全部やってるということだったじゃないですか。でこちらを送っていただきました、クリーン水さんから。簡単に多分取り付けられる浄水器だと思うんだけど、でもさ、これがあればペットボトル買わなくていいし、もうあれやめていいわけじゃん、ウォーターサーバー。和食のためのクリーン水。へえ、すごい。お米を美味しくするための水。そう、なんかお米炊くときとかに使うお水をちゃんと浄水されたお水に。すごい背景がまた汚くて申し訳ない。お米を炊くときとかに、あの普通の水道水を使うのがすごい嫌なので、あのどうにかしたいなと思ってて、まあ、この浄水器のやつ使えばね、ここからジャーって浄水されたお水が出るからさ、それ使えばいいんだけど、これすごいいいよね。使わせていただきます。ありがとうございます。みんな大好きナイキさん。まゆみさんのやつ、あ、まゆみさんのやつだ。
これなんだかわかりますか皆さん。これはなんだかわかりますか。これはね、ナイキとね、山瀬真由美さんっていう日本人のアーティスト、東京に住んでて、この間ばったり会いました。家の近くの駅の近くでばったり会いました。がナイキの、これはなんかね、ニコモデルブレーザーとフォーサンだったかな、コラボしてて、あ、すごい、なんかほらね、この間ばったりって書いてあるでしょ。これはグローバルのコラボレーションなので、もちろん世界中で売られるわけなんだけど、こう東京の人として、東京の人がナイキという大きなブランドとコラボするっていうのはすごいことだと思うし、とても私も誇りに思うというか嬉しいです。めっちゃ可愛い。あ、しかもなんか刺繍になってる。ほら、ここが刺繍、これは刺繍で、ここがなんかペイントでみたいな感じになってる。めっちゃ可愛い。ブレーザーのロゴ持ってないからすごい嬉しい。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、やめやめ。 On a un besoin de stabilité et de retrouver ses racines。小春さんは今日はトッポギを食べたいそうなので、今日は朝からトッポギを食べたかったんですけど、一緒に新大久保に行きましたね。牛プルコギキンパ、牛プルコギキンパと、あとチーズトッポギください。飲み物コーン茶、コーン茶2つ、はい、いただいてください。はい、なんか、うん、美味しい。トッポギのタレをこずつけて食べたい。そうだね。こちらは何だったんでしょうか。こちらはチーズトッポギでございました。あ、チーズトッポギが入って、で、まあ、今はないという。あるということでよろしいですか。あ、わかりました。じゃあ出ましょう。ごちそうさまでした。やばい。ほっとくか、後ろのみちゃんマジ気になる。このみちゃん気になる。
あっち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 。そのマスク気になるね。ね。じゃあ。なんでこんな開かないんだろう。これ一個さやって開けてみたい。でも一個一個の包装になってるよ。苦い。マジで苦い。本当だ。こちらのマスクを取ってんのこれ。あ、取ってんの。ちょっと立体型のマスクを買ってみた。タイミングあるし。あ、いっぱい食べた。さよなら。さよなら。いきなりキャラ変すんな。お気をつけてお帰りください。またじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。